なんとちごはじ映像企画第3弾。イエーイ、パチ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 、すごい大人気コンテンツやね。もうやったぜやったぜ今回なんとブルーレイですって。どうしよう、はぁ、公開中ですよ。やめてください、見る映画ですよ今回のブルーレイ副題に私たち目音になりますと書いてあるんですけど、嘘、そうだったの？すごいよね、勝手に書かれたよ今回はオリジナルのお味噌汁専用の茶碗を作っていこうと思います。学校の授業とかこういうの集中してたらいつもすぐチャイム鳴るイメージ。わかる。だからさ、台本のチェックとかもさ、うん、終わんなくない？終わんない終わんない終わんない。だってなんか1週目で読んだ時よりなんか2週目の方がやっぱ圧倒的に理解度違うし。うんうん。今日、はい、なんとお料理をするということで、レシピも何もない状態からやるのってちょっとこの料理番組歴3、4年の私ですら緊張するわ。本当に、うん、私じゃもう死んじゃうね死なないです。さあ、ここからはこちらの企画、お料理食材ドラフト。やだ、説明聞いたら、うん、こんな怖いゲームがあるのかって。怖いゲームそんなこう生死をさまようようなゲームではないけどレシピのない料理楽しい。レシピのない料理おいしくなーれおいしくなーれ。もうめっちゃ満足しちゃったけど、やれることやった感じするよねなんかお互いの手料理食べて。そう、ほんとね、目音になっちゃって。本当ですわ。